はい、どうも神座ベースボールチャンネルの神です。今回はね、田中選手が、記者会見を行ったってことでね、楽天モバイルパークで田中将大選手がね、記者会見を行ったんですが、その内容が非常に厳しいものでしたというような話をね、していこうかなと思います。これちらね、日刊スポーツからの引用なんですが、自由契約となる田中将大投手、36歳が26日、楽天モバイルパークで取材対応した、球団からね、野球契約の減俸制限を超える来季年俸を提示され、自身のYouTube チャンネルで、来季契約を結ばず新たなチームを探すと表明していたと、自由契約を選んだ理由について、一番は選手としてやっていく上で一番はやりがいを感じられるかどうか、やりがいを感じられないというようなことを言ってますし、自分、そこをね、一番にして考えてきたので、こういう答えを出すことになったと。で、球団からは大幅な、ダウンテージを受け、オファーをいただいたって事実はありますけど、個人的にはもう居場所はないんじゃないかみたいな、印象を受けたということで、そこを受け止めて来シーズンプレーするって気持ちはありましたけど、やはりね、球団からのいろんな部分でもう出るしかないなというような決断を下したというね、非常にね、厳しいね、コメントを残してると。サポートをね、受けるみたいな話が球団からあったが、全然そんなことはないみたいなね、話をしてまして、ちょっとね、球団とね、いざこざというか、なんかこう、揉めた感じもあるのかなと、結構喧嘩別れみたいな感じのね、印象も受ける、記者会見でしたと。たところでね、この結果というか、この会見は非常に厳しいなと思いました。でもね、楽天球団もね、正直攻められないし、田中選手も攻められないなと思うんですよ。このチャンネルで、ね、結構田中選手についてね、非常にドライなコメント多くてちょっと驚いてるんですが、僕はね、田中選手非常に偉大な選手だと思いますし、楽天イーグルスを語る上で欠かせないというか、もう楽天イーグルスに田中がいなかったらどうなってたんだみたいな、そういうね、歴史を語る上で非常に重要な存在だと思うんですよ。だからね、田中選手がね、楽天と縁を切れるっていうのはね、何としても阻止したい存在だと思いますし、やっぱりね、創設以来ね、創設直後にもう4位に押し上げたってのもそうだし、多分田中選手が入団しなかったら、そのトンボユニオンズみたいにもう球団消滅しちゃったのもありえると思うんですよ。正直ね、創設直後もかなり厳しい状況でしたし、田中選手が優勝させてくれたっておかげでね、楽天イーグルスっていうのが存続できてるっていうのは間違いなくね、僕はあると思ってるので、田中選手っていうのは非常にひどい、楽天を語る上で欠かせない存在ですし、特別な存在なんですが、やっぱりここ4年結果が出なかったってのはもちろんそうですし、楽天イーグルスもね、9億円っていう年俸を提示して、でね、そこでね、活躍を期待してたと思うんですよ。MLB のね、成績を見れば日本での活躍も期待できるような成績だったんで、そこら辺はね、楽天も活躍を見込んで、そしてね、球団に旋風を巻き起こしてくれるのも、含めてね、の9億円だったと思うんですよ。ところが田中選手はね、帰国後全くね、活躍できずというか、少なくともパ・リーグの平均ね、先発防御率からは悪いですし、田中選手がその打たれたことによって、楽天のね、先発防御率も結構惨憺たるものになってるじゃないですか。12球団最下位の先発防御率ですし、その一点は間違いなく田中選手が担ってるというようなところで、楽天がね、厳しい評価とか、期待しないような評価になってしまうのは正直仕方ないのかなと思いますね。やっぱりじゃあ楽天でその田中選手を来季ローテとして計算できるかって言ったら、非常に厳しいものになってしまいますし、若手の年俸も上げなきゃいけないってところを考えると、田中選手に年俸を提示するっていうのも難しいですし、楽天イーグルスが球団集客できてるかとか、収益を、ね、出せてるかっていうと、やっぱりこう楽天イーグルスの、ね、人気っていうのも非常に今厳しいものになってるので、その黒字経営もできてないというようなところで、やっぱりね、そう、田中選手にこう年俸を、ね、こうガンガン上げて、ね、気前のいい提示っていうのは、田中選手の人気も含めて厳しかったと思うんですよ。田中選手がそのグッズをね、めっちゃ売り上げたとか、マスメディアの露出が増えたとかもないですし、田中選手よりもやっぱり大谷翔平とか佐々木朗希とか、数少ないテレビの野球枠っていうのはそこに食われてるわけで、田中選手のメディア露出っていうのは、そう、9億円っていう年俸を払った割には全くなかったので、そこら辺はね、じゃあ楽天イーグルスがどこを評価して年俸を提示するのかっていうのも、やっぱり難しかったと思うんですよね。西武ライオンズのおかわりくん、中村拓也選手とか栗山拓実選手みたいに、こう熱心なファンの支持があったわけでもないじゃないですか。その楽天イーグルスの今のファン層って、やっぱり2016年くらいの
ボールパーク化構想くらいから楽天モバイルパークに来始めた、ね、ファンが多いので、田中選手とかってその期間空白だったんで、銀次選手とか岡島選手とか島内選手とか茂木選手とか島選手とかその辺の梨田楽天くらいで活躍した選手に比べても、やっぱりこの人気っていうのはなかったですよね。現実問題、田中ユニを着てるファンっていうのはあんまり多くなかったです、球場行っても。だからそこら辺でやっぱりこう人気的な意味でペイするのも難しかったのかなと思いますし、楽天球団がねなかなか田中選手を、まあ、高評価するのは難しかったのかなと思います。でも逆にじゃあ楽天イーグルスがその田中選手を無限にしていいのかっていうと全然そうではなくて、やっぱり楽天イーグルスには田中選手というのはね偉大な存在ですし、絶対縁が切れるようなことがあってはならないですが、やっぱりこう楽天イーグルスとしてはまあ現在の4年間、復帰後の4年間を評価して高評価するわけには、やっぱりこう他の選手のなんだモチベーションとかも考えてもやっぱり難しかったのかなと。田中選手に年俸を上げてるから若手の年俸を上げないよっていうのはやっぱりこう評価として難しかったのかなと。石井監督もね、なんだろう、2023年とかあの CS 争いの大一番で田中選手をねペイペイドームで先発させてますし、絶対その球団が期待しないってことはないと思うんですよ、田中選手にね。まあ、ただ現実問題、そのねペイペイドームでも負けましたし、結果として出なかったと。田中選手が本当にもう厳しい世界だと思いますね。プロ野球は、プロ野球っていう世界はもう結果が出なかったらもうやっぱりこう切らざるを得ないと、少なくとも、ね、定額の年俸を提示せざるを得ないというようなところで、まあね、楽天イーグルスに帰国したことによって田中選手が ね結果出してくれたらね最高の未来が待ってたんでしょうけど、結果が出なかったということでちょっとねこういう悲劇的なね結末になってしまったのかなと思います。まあね、ここら辺はかなり難しかったですね。まあ、楽天球団の田中選手の評価っていうのはやっぱり攻められないですよ、内緒では触れないんで。まあ、ソフトバンクくらい儲けてたらね高額の年俸っていうのも提示できたかと思うんですが、楽天っていうのは人気がなかなか稼げてないので、まあ、そこら辺で観客動員でペイするっていうのも難しかったですし、まあ、田中選手はねじゃあなんだろう5000万とかの提示で納得するかって言ったら、まあ、到底ね納得できないでしょうし、まあ、7年間でその選手とかもだいぶ入れ替わってしまって、田中選手がね、まあ、若手と交流する機会っていうのもなんかあんまり見られなかった。その田中選手がこう今の選手に馴染んでるかっていう感じもしなかったので、まあ、居場所がないって感じるのもまあ総合的な意味で人間関係とかも含めてあるのかなと思いますね。だからね、僕が田中選手の立場でもやっぱりこう楽天出ていくっていう判断にはなると思いますし、まあね、新天地で200勝目指してもらうっていうのはね、もう楽天ファンとしての、ね、切な願いにね、200勝ぜひ達成してほしいっていうのはまあ切な願いになるかなと。このなんかことに関して、まあ、非常にねドライなファンとかもいますし、逆に球団批判を、ね、する勢力もいると思うんですけど、これどっちとも言えないですね、これに関しては。田中選手にそのドライっていうか、まあもう役に立ってないからしょうがないじゃんくらいの勢いでなんか言うのも違うと思うし、まあ、田中選手ってのは楽天イーグルスにとって特別な存在なんで、この件に関して、まあ、なんかドライすぎるのも違うのかなと思いますし、まあ、逆にね球団がこう全面的に悪いかと言われれば、この判断が、まあね、仕方のないもの、まあ、結構苦渋の決断だったと思うんですよ。その5000万の提示っていうのも楽天イーグルスもナイスでは触れないし、若手にも高額の年俸をねどんどん昇級させなきゃいけないってところを考えると、田中選手に渋い評価をしなきゃいけないっていうのは、まあ、人気実力ともにしょうがなかったのかなと思いますし、まあ、楽天イーグルスがね田中中心のチームっていう雰囲気でもないので、なんかね今のね投手陣とかだと則本選手が引っ張ってますし、野手陣は鈴木大地選手が引っ張ってるので、まあ、チームリーダー的なねこう引っ張り方っていうのは田中選手はまあ結構見られなかったというようなところもありますし、やっぱりねちょっと田中選手の扱いは難しいっていうか、かといってじゃあ楽天イーグルスとして無限にしていい存在かって言ったら絶対そうではないんですよ。だからここのね決断とかね、まあ、なんか結末っていうのはね非常に難しいものがあったなと思いますね。田中選手がね楽天イーグルスのことをね嫌いにならないで、まあね、新天地でね引退した後も、ね、田中楽天イーグルスとね縁を持っていただけることをね、まあ、切に願わざるを得ないかなと。この件に関してはね、まあ、なんだろう球団を批判しすぎるのも違うし、まあね、田中選手がねじゃあいらないかって言われたら絶対そんなことはないので、ドライになりすぎるのも違うのかなとこの件に関しては思いますね。というわけで、まあ、僕の、お気持ち表明は以上になります。この動画がね共感できたよって方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは。